そしてこのハーフタイムの間に地元キッズチアーによりますハーフタイムパフォーマンスが行われます。これを晴れ舞台としまして、これより華やかな演目を披露いただくキッズチアーのパフォーマンス、ぜひご注目ください。なり、そして一般的には注目されにくいという形もあるかもしれません。しかしこれをまさに一世一代のボールゲームとして両チーム、そして多くの方々が支援しまして、ボールゲームにふさわしい演目になっております。